日テレ自分たちの過去の行いコリニティノートに書かれて削除からの再投稿へ。草聞いてて草サンキューコリティノート、ゲスト増えます。無断で侵入して電気まで勝手に拝借してたら窃盗じゃん。聞いてて草って言葉が似合う口じれ。ケンスランカッタはマスゴミやん。伝えない自由を駆使してて笑う。聞きまくりで草うんこの。でもこれって本当なん？ソースある。ノート復活しとるやんけ。セクシー田中さんもコリニティノートで永遠に語り継げ。実際にマスコミの無茶な取材のせいで犠牲になった人もおるしな。しれっと東電もしてたとか。マジかよ、ひどすぎないか。これほんとひどかったな。ソースないなら中傷と同じだから消されるだろ。めっちゃ有名な話だから今さら隠せないやろ。その手があったかと思って感心してたらまたノートつけられてくさ。まあ下手すりゃ生まれてもないやつもおるし、知ったこっちゃあねやろ。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。